どこでしょうか。なんか仕事一筋って感じで。どうして結婚しないんですか。ひどいです。もう最悪です。してきたんでしょ。あの、大丈夫ですか。覚えてる。本当に君の家。ところであなたどうして葉山さんの借金を肩代わりする気になったんですか。彼女は金を借りた。俺が金を返す。どうしてそこまで頑張るかな。一度も抱いてないなんて。でも一度でも抱いたら地獄見ますよ。同じこと聞くけど、あなたその女性と何か関係が。例えば交際してるとか。もしお前右京と連絡取り合ってんね。離婚。この人結婚してるの。先輩、先輩。彼女と出会ってから一つもいいことなんてないんですよ。曖昧と無難を繰り返してきた僕よ。辻さんの本心が知りたいだけなんですよ。どうして辻さんが運命の人だからです。